はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スカイリム VR バージョンですね、やっていきたいと思います。とりあえずね、ロケハンしたので一つね、セーブデータが作られてるんですけれども、ニューゲームで、始めていきたいと思います。じゃあちょっと VR かぶりましょう。でね、やっぱすごいよ本当に。まあスカイリム自体はね、俺も全然やったことないんで、これが初めてなんですけれども、やっぱね、オープンワールドの VR っていうのがね、本当にすごい。で、ちょっとね、やりづらいのがね、決定ボタンがね、×ボタンっていう。キャンセルはね、丸ボタンっていう。そこが、操作性的に、やりづらいのと、あと普通にね、コントローラーも、配置を変えてます。まあ、多分これ、配置変えたまんま、まあ、そこは設定は生きてると思うんですけれども。あとね、やっぱね、ちょっと酔うね。酔うんで、あ、そうそうそう、酔うから、キッチンタイマーだ。キッチンタイマーをね、かけないとね、これ VR 被ってるからね、今ね、何分やったのかっていうのが全然わかんないんですよね。30分以上くらいになってくると、結構ね、酔ってくるんで、まあ、厳しいかなというところはあります。まあ、だから動画をね、まあ、2本、できれば1時間くらいやりたいんだけど、まあ、30分で、区切って、1本につなげるか、まあ、どうしようかなっていうのはちょっとやりながら考えていきたいと思います。いやー、これすごいよ本当に。周りとかね、見えるからね。だ、このね、こう馬車でこう下ってるところとかもね、意外にね、酔うんすよね。まあ、これはでも VR をやっていけば慣れるのかな。おい、そこなんだ。やっと目が覚めたか。国境を越えようとしていたんだろう。違うか。俺たちはあそこの小僧と同じで帝国の罠に飛び込んだってわけだ。そうで、こいつら反乱軍で、で、自分はね、反乱軍じゃないんですけど、反乱軍と間違えられて捕まっちゃったみたいな。広げる場所だったんだ。こいつは小僧ですね。連中が前を探してるんじゃなかったら、とっくにあの馬をかっぱらってハンマーフェルエとおさらばしてたさ。そこのあんた、こんなところに来たのが間違いだった。あとね、これ横からね、喋られるとね、誰が喋ってんだってなるんですよね。これで固く結ばれた兄弟姉妹だな。ああ、遅く。そこ、黙れ。こいつはどうかしたのか。言葉に気をつけろ。お前は上級王ウルフリック・ストームクロークと話をしているのだ。ウルフリック、ウィンドヘルムの首長の。あんたは反乱軍の指導者なんだ。だけどあんたが捕まったら、なんてこった。俺たちはどこへ連れて行かれるんだ。どこに行くつもりなのかは知らんが、ソグンガルデが待ってるんだ。いやだ、こんなの嘘だろ。こんなことあるわけない。おお、すげえ。お前はどこの村の出だ、馬泥棒。どうしてそんなことを。ノルドは死ぬように。人が歩いてますね。ロリクステッドだ。故郷は、故郷はロリクステッドなんだ。これはティリウス将軍。死刑執行人が待機しています。もうこれ、ね、誰が喋ってるのか分かんないんだよね。さっさと終わらせよう。あいつらか、あの馬に乗ってる人たち。リベラ様、キナレス様、アカトシ様、とにかく神様を助け。見ろよ、軍政府長官のトゥリウス将軍だ。それにサルモールが一緒のようだ。あらくそ悪いと言うと思って。かけてもいいが、この件だって奴らが関わってるに違いない。ここがヘルゲンだ。昔、ここの女の子に夢中になってね。ミロットは未だにジュニパーベリーを混ぜてあの蜂蜜酒を作っているのだろうが。幼い頃は帝国軍の防壁や塔がこの上なく頼もしく思えたもんだがな。なんだよ、なんで止まるんだよ。どう思う。一旦の終わりだ。行くぞ。神様を待たせちゃ悪いからな。違う、待ってくれ。俺たちは反乱軍じゃない。死ぬ前に少しは帰国を見せてみろ、コソドロメ。
名前を呼ばれたら処刑台に進むのよ。一人ずつね。帝国は忌々しいリストが大好きでな。ウィンドヘルムの首長、ウルフリック・ストームクローク。光栄です、ウルフリック首長。ストームクリークですね、今歩いていってるやつが。リバーウッドのレイロフ。こいつはレイロフかな。いや、もうよくわかんないんだよ。ロリクス・テッドのロキール。俺は反乱軍じゃない、やめてくれ。止まれ。まさか写真の地までは取らないよな。他に逃げたいものは。命中率すごすぎでしょ。前出ろ。一撃必中。まあ俺のことっすね。ここでね、種族からまず選べるんですよね。ダークエルフとかカジートとか。もう完全に獣だよね。でいろんな種類がねあるんですけど、まあ、ちょっと今回は初なので、まあ普通の人間系のノルドで、やっていきたいと思います。でね、体とかね、多分顔とかいろいろ変えられるんですけど、これねいちいち細かくやってるとさすがに時間がかかっちゃうんで、まあ初期のやつでいっか。これでいきましょう。お、こいつ立ってる。びっくりした。名前をつけますか。 OK と、まあ、OK もこれ全部×だからね。ミカミックスでいきましょう。ミカミックスと。はい、 OK です。悪い時にスカイリムに戻ってきたもんだな。同族よ。隊長、どうします。こいつはリストにありません。リストは関係ない、死んでもらうだけよ。ひどくないこいつ。ご命令通り隊長。まあ、こいつも上司には逆らえないっていう感じだよね。だがあんたはここで自分の故郷で死ねるんだ。隊長についていくんだ、囚人。え、俺は囚人なの、そもそも。俺のデジが分かんないんだよね。女の人が見てる。ウルフリック・ストームクローク、ヘルゲンにはお前を英雄と呼ぶ者もいる。だが声の力で王を殺め、王座を奪うような者を英雄とは呼べない。まあ、王様を殺したみたいですね。お前がこの戦争を引き起こし、スカイリムを混乱に陥れた。だがここに帝国がお前を倒し、平和を取り戻してやる。今のは何だ。何かの叫び声。どうってことはない、続けよう。はい、テュリウス将軍。彼らに最後の儀式を。エセリウスへ送られる汝らの魂に八大神の慈悲あらん。タロスの愛のために黙ってさっさと終わらせろ。お望みのままに。おいおい、昼になっちまうぜ。こいつは処刑される人ですね。我が人たちが微笑みかけてくれるのが見えるぞ、帝国。貴様らに同じことが言えるか。うわー、下道どもめ、裁きだ。ストームクロークにしよう。恐れを知らず行き。誰が喋ってんだろ今。恐れを知らず行った。次はそのボロを着たノルドだ。俺のこと。またあれだ、聞こえたか。次の囚人と言ったはずよ。斬首台へと進め、囚人。抵抗するな。おお、近い。てかさ、前のさ、人の死体硬そうよ、せめて。これ首入んないでしょうだ、俺の首。おお、何だ。ドラゴン。見張り兵、何が見える。雲の中だ。おお、おお、何をぼさっと。L で移動と。砦に逃げ込む。いや、これもすごいよ、本当に。もうさ、メテオみたいな服だったらさ、死ぬのかな、俺。おお、ドラゴン。おお、すげえすげえすげえ。あ、人が。
人が、おお、人が、さっき言って弓とかで無理でしょ。あ、馬もやられちゃってるね、かわいそうに。おお、近いで、ね、走る速度がね結構速いんですよね。伝説は本当なんでしょうか。あの移動速度がね速ければ速いほど多分ね酔うんで、まあ、パワーポイント、あのシューティングゲームやってたじゃないですか、ちょっとしかやってないけど、あれはね意外にね移動速度がね遅かったから、まあ、そこまで酔わなかったんですけど、これね結構速いんだよね。あとねこのね階段をね登るところとか上下運動が多分酔うんだと思うんですよね。こいつプルプルしてるけど大丈夫か。うわぁぁ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 ぁ、いやめっちゃ迫力あるよ本当に。道の反対側にある宿が見えるか。あの屋根を飛び抜けてそのまま進め。イエッサー、バツでジャンプ。そらね、初期ボタン、うおぉ、初期ボタン配置はね三角がジャンプになってたはずなんで、ボタン配置は変えたまんまになってますね。降りましょう。おお。おお、すげすげすげ。大した問題。おお。みんな下がれ。まだ生きてる外人。生きていたけど、これから離れるんじゃないぞ。軍なる。そいつのことを頼む。俺はテリウス将軍を見つけて、こいつ子供に加わらないと。神々の導きを祈る、ハドバル。まあ、こいつについていきましょう。やられてんね、弓兵。いや、こいつもやられてんね。壁際にいるんだ。テリウス将軍、こっちです。おお。早く、ついてこい。冷静すぎだろ。おお、いった。え、なんか食らった。動けない。え、動けないよ。ちょっと待って待って待って、え、マジで動けないんだけど。え、どういうこと。おお、食らったんだな、きっと今何か。これすごいよね、魔法かっこいいよね。いや、すげえよ。弓はね、無理でしょ、絶対当たんないよ。あ、女の人。やられてる。かわいそう。おお。レイロフ、この裏切り者め、どけ。今度は止めないだろうな。おお。ビオレースみたい。あのドラゴンにソブンガルデ連れて行かれちまえ。こいつらの話なんてさ、全然あれだよね。砦の中に行くんですけど、これね、バドバルかレイロフ、どっちかにね、ついていくみたいなんですよね。とりあえず、結構ね、こいついいやつっぽいんで、こいつについていきましょう。行くぞ。中に。いや、やっぱすげえ迫力だよ、本当に。ここで砦に入れましたと。ヘルゲンから脱出する。あれは本当にドラゴンか。終末をもたらすものなのか。進まなきゃならないな。こっちだ。その拘束を解けるか試してみる。あれ急ぐ。話す。周りを見てみろ。よし、いくらでも選び放題だ。装備品を探すということで、まあ宝箱を開けていきましょう。兜とゴールド、これ装備するか。あれ今取った。あ、取ったよね。あとはね、この宝箱の誰かに鎧があるかもしれない。装備しましょう。その鎧を着た方がいいぞ。それにその剣も使ってみるんだ。急ぐ。あとね、ここに剣があるんですよね。で、こういうのね持っていけるんですよ。木の器とかここら辺のマジジョッキとか
何なのっていう感じがするけど、ワインは持ってこう。アルトワイン、お玉とかね、ほうきとかね、持ってけるんですよ。何の役に立つのっていうのが分かんないけど。読む。多兵化戦術。L でページをめくる。5年戦争における多兵化戦術第1巻。すげえ。いや、めっちゃ書いてあるけどさ、これちょっと読んでる時間はないよね。あ、戻しちゃう。あ、取った今。ちょっとよくわかんないわ。じゃあ先へ進んでいきましょう。所持品と魔法を開くと。メニューですね。でね、なんか敵がね、あのドラゴンは砦を丸々にする気だぞ。ちょっと待って、息が切れてるの。聞いたか、ストームクロークだ。奴らを説得することができるかもしれない。あっちにいるよりこっちの方がマシだよ。ちょっと待て、今俺たちはただ、説得するとか言ってるけどさ、ちょっと待って、うわっ、こう、そう、すげえ、ちょっと待って、おー、いった、当たった、おー、いや、すげえ。これパクれるんですよ。全部パクりましょう。そうするとね、これね、裸になるんですよね。まあ裸って言っても下着はつけてるんですけど、でよくよく考えてる、よくよく考えるとさ、これ死体なんだよね。まああんまりさ、こう残酷な表現はないからあれなんだけど。こいつもパクりましょう。こんな感じと。で、こいつもパクれるんでパクっていきましょう。ここら辺のだからさ、ジョッキとかカンテナとかって、なんだろうね、何に役立つんだろう。こっちへ来るんだ。よし、進んでいきますか。これ、キャベツ、もらっとこう。もう一個欲しいんだけど。キャベツ。あれ、盾パクったよね。盾ってアイテムで防具、どんだけ持ってんのって。あ、革の盾がある。これ装備したい、装備しよう。これでいいのかな。で、あ、こうか。これで防御ね。で、まあこいつについていけば大丈夫でしょう。おお、道が崩れ落ちた。簡単には諦めてくれないようだ。これ開きそうだよね。開ける。何やってるんだ。エルゲンを脱出しないとまずいぞ、早く。人がいる。帝国軍は薬を持っているぞ。俺たちにも必要になるだろう。さあ、勇ましすぎだろこいつ。見つけたぞ。俺も戦わないとさ、多分さ、あれなんだよね、ちょっとレベルが上がらないっていうか、その手だ。それで戦闘が難しい。俺のところどうなるか。古い装備。樽からポーションを入手する。これ調べる。休息の薬、回復の薬、魔術の薬、まあもらっとこう。他ちょっと調べよう。やっぱり調べたい。なんかあった今。ニンニク。こんなとこもあんの。これはキジ、キジの胸肉。これはウサギ、ウサギの足。燃えてるね。これなんかあんのかな。特に何にもないかな。他だ、こういうさ、カゴとかさ持ってってなんか意味あんの。これもニンニクかな。じゃあニンニク、おー、よく取ったな。アルトワイン、ま、食い物とかそういうのは持ってきましょう。なんか役に立ちそうだから、まあ、食料はね必要ですからね。これパンっぽくね。パン、あとは器とかそういうの一緒。別にお玉とかさ、アルトワインは持ってこう。魔術の薬、塩、あ、塩大事だよね。他はジョッキとかだしね。こうやって鍋でしょ。薬、ワイン、ジョッキもいらないよね。こいつさ、あれ？パクロー。さっきのパクったっけ？パクってないね。パクロー、こいつも。オッケーオッケー。あとは、袋。じゃがいも。いいね。大きな袋。人参。これ上とかいけんの？いける。
いけるけど、なんかいけない。わからん。袋。トマト。おぉ。あとこれもちょっと薬っぽいね。塩。こっちは？で、次何もなし。こっちか。おぉ、なんか崩れてきそう。また声がする。拷問部屋か。拷問部屋。ちょうどいい時に現れたな。奴らは仲間の扱われ方を見て少々ご立腹らしい。何が起きてるのかわからないのか。拷問。仕事の邪魔はしないでくれ。それとも手伝う気。ドラゴン。怒られちゃったよ。やれやれ。バカを言ってるんじゃない。メイス。心当たりが。鉄の盾。確かに。向こうで変な音がしていたんだ。拷問か。自分の心配をしてろ。なんか俺立場弱えな。大家に何の権限があるっていう。これは？聞いてなかったか。取り手が襲われてると言ったんだ。この骸骨とかは。あの年寄りのことは忘れろ。あんたと一緒に行く。待てよ。その籠の中に何か入ってるな。持っておけよ。女の人。鍵はとっくの昔になくなってるんだ。何週間。ドラゴンボーンの書。ドラゴンボーンの書。多くの人はドラゴンボーンという言葉を聞いたことがあるだろう。ドラゴンボールなら知ってるけどね。これも長いな。いや、読めないっていうか時間かかる。これダガー。あ、ダガーだね。それをピックで開けられるか。ナップサック、ロックピック。手に入るなら何でも欲しい。いいから全部持ってけ。それでいいだろ。解除。これがね、まあやったんですけど難しいんすよね。左でなんかこう動かしつつ、なんか開くポイントをね探すんすよ。 OK。 持てるだけ持って。さあ、金持ってますね。もうパクってこう。とにかくパクってく。金よし、 OK。 完全にコソ泥だよな俺も。そっちからは出られない。まあ非常事態だからね、しょうがないんだけど。ここはない。これもなんか開けるの？なんかありそうだね。開けよう。でこれね、折れるんすよね。その回らないところで回そうとするとほら。ちょ待ってね、こっちら辺だったよね。よし、 OK。スケルトン。おー、金持ってるね。なんか今、ちょっと、こっち。小銭入れ。ゴールド7。こっちは、何もないよね。よし、進んでいこう。これは燃えてるから、明かり的な感じか。で、ここにも骨があるね。ゴールド。あ、骨結構ゴールド持ってるね。ストームクロック兵士、ボロボロのローブ。いらなくないか、こんなの。てかさ、骨になるまでここに放置してんの。人が骨になるまでどんくらい時間かかるんだろう。めっちゃ時間かかりそうだよね。これはスケルトン。急げ。やっぱ金持ってんね、スケルトンは。いいね。こいつは？ここで別行動。ここから出る道を探さなくては。拷問官助手。行こう。俺たちはエブリビオンにでも向かわされてるのか。出口はどこだ。わあ、ちょっと待ってくれ。考えさせてくれ。囚人たちが逃げてる。スカイリムのために。ほら、ちょっと見えない。 あっちにもいる。戦ってんじゃん。ほらこれさ、あれない？フレンドリーファイヤーあんのかな？こいつ来たら。あ、やばい。減った今。フレンドリーファイヤーあるっぽいな。マジで？弓使い。やられた？囚人じゃねえや、こいつは。拷問官。
よっしゃー、よし、うお、大丈夫か、邪魔をせずにあの老人の世話をしていた方が良さそうだな。恩を祈る。帰ってった何しに来たんだ。弓欲しい、弓をね。いや、まあ、全部パクテコ、とりあえず所持品が重すぎて走れません。マジか、重量なんだよね。ね、300分の325になってるんで、やっぱ捨てないとダメか。グレートソード強そうだね。多分これ両手剣かな。メイス2つ持ってるけど1個でよくね。これも1個ずつでこれ3つ持ってるし。あと防具、防具もさ、ストームクロークの9イラス、こんないっぱいいらないでしょ。8個もあるよ。じゃあ1個残しとこう。だいぶ軽くなったね。これが重かったのか。そしたらこんなもんよく8個も持ち歩いてたよな。で、じゃあこいつ。こいつさ、弓だけでよくねえか。金額5とかになってるからな。これはまあ多分価値的なものなんだろうけど、価値の高いやつだけ持ってく。重量24って重すぎ重いのはいいや。で、こっちへ来るんだ。また先へ進む感じか。これはレバーだね。先へ進んでいきましょう。おお、崩れた。危ないぞ。奴が頭の上に降りてこなくてラッキーだったな。で、これこっちの方とか行けんのかな。お、行ける。どこだ、どう繋がってんだこれ。スケートの調べよう。おー、金、いいね。小銭入れ、ゴールド追加。これなんだろう。あー、これ関係ないか。で、こっちはいけない。ん、どこだ、どうなってんだ。行き止まりだね。こっちの方か、そうすると。あ、どこ、どこ行った。あ、いた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 。行こう。ちょっと酔ってきた。どこにも繋がっていないな。これはこの道を試した方がいい。いや、あんまり走りすぎるとさ、酔うね、やっぱり。ゆっくり進んでいこう、歩いて。まあ、時間はかかっちゃうけど、ちょっと今俺の体調がよろしくない。ここね、こう降りる時とかが、うわっ、雲がいる。フロストスパイダー。いや、でも戦わないとさ、経験値にならないから。おら、ま、気持ち悪い。うわ、キモキモキモ。狙っとこった。おら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 。いやー、他はいない。雲調べよう。フロストバイトの毒、血を凍らせる毒で体力とスタミナがどうのこうのみたいな。おー、いいね。ちょっとパクってこう。パクでもパクる。これもパクって、これもちょっと待ってねパクってこう。あとは、あとなんかある、こっちとか。これを調べられるのか。雲の卵とか。ね、これ。干からびた死体。金持ってる。干からびた死体とか。死体ってわりかし金持ってるよね。雲の卵。うわ、これもじゃあ調べられるのか。うわ。卵。これは？尻尾とか。やだー。これも調べられるのかな。これはちょっと遠いか。あ、いける。尻尾。こっちは、なんかありそうだね。卵。いや、こんなんさ、持ちたくないよ。あと、メイスはいらないね。ちょっと重いからね。他は、こういうのが無理かな？どっちから来たっけ？あれ？どこへ行けばいいんだ？こっち？ここで別行動は取らない方がいい。はいはいはい。
で、こっちか。ちょっと待った。おい、スリ今はやり合いたくない。この人物にスリはできない。気づかれないようにどっそりと進む。ゆっくり足元に気をつけて進む。あれか。もし自分が幸運だと思うならこの弓を試してみるんだ。ロングボウ追加。彼女が驚くかもな。弓で狙撃しろってこと。よし、武器。え、どうやって装備するんだ。これで装備で、矢も装備はしてあるね。これでいいのかな。これからついていくよ。一番見てる。これで、はい、当たった。コソコソするタイプじゃないって。え、倒した。え、マジで。え、そんなんでいいの。なんかあるね。ワイン、マグロ。他はカンテラ。あ、これあれっぽい。ハチミツ酒。あ、これは鉄カント。いや、すげえな。至る所にいろいろ起こってるね。なんかいきなりさ、起き上がったりしてこないよね。死んだフリーみたいな。お、すげえ。クマ。毛皮。あ、金持ってたな。なんでだ。いや、すげえよ、これ、クマ。いや、こんなのにさ、もし襲われたら、マジ超怖そう。弓じゃなくて、剣にまた持ち替えよう。グレートソード。これにしてみよう。グレートソードって何？両手武器なのかな？あー、両手武器だね。あ、遅い。やっぱり、振りが遅いね。あー、ちょっと使いづらそうだな。まあいいや、とりあえず、グレートソードにしておきましょう。こっち側とかは？こういうのって、まあ、調べられるわけではないか。なんかすげえ落とすんだけど。大丈夫？これが酔うね、やっぱり。ここで外に出れんのかな。外に出ましたね。おお、ドラゴン。今何分くらいやってんだ。ちょっと待ってね。もういなくなったみたいだな。あー、まあ30分ちょっとってとこか。してる場合じゃないぞ。完了解放。俺のおじさんが嵐の前。お前に手を貸してくれるはずだ。リバウッドでここで別れた。アルポアと話す。こう思いなる。お前がいなければここで別れるのか。そうかな。俺大したことしてないと思うんだけど。じゃあ、キリがいいので、今回はここで終了したいと思います。ちょっとね、もう、なかなかね、その体調的に辛いんで、一回ここで切ろうと思います。じゃあ次回また続きをやっていきます。